実験室環境での光合成の例。水に浸された触媒が小さな容器に入れられ、太陽光を模した光に照らされる。見られる泡は酸素と水素である。人工光合成は文字通り光合成を人為的に行う技術のこと。自然界での光合成は水、二酸化炭素と太陽光などの光エネルギーから、 化学エネルギーとして炭水化物などを合成するものであるが、抗議の人工光合成には太陽電池を含むことがある。自然界での光合成を完全に模倣することは実現していないが、部分的には技術が確立している。エネルギー資源の化石燃料からの置き換え、また炭酸固定により地球温暖化の原因と考えられているに、 酸化炭素の排出量抑制が期待される。従来の太陽電池では電力貯蔵の問題が生じるが人工光合成では化学エネルギーを生成することによりエネルギー貯蔵が容易になる。太陽光エネルギーの何パーセントを水素エネルギーに変えられるかというエネルギー変換効率は 自然界の植物では0.3%であるがコスト面の問題で商用的に実用化するには最低でも10%のエネルギー変換効率が必要とされる。光合成は光エネルギーを化学エネルギーに変換する光化学反応と化学エネルギーから等を合成するカルビン回路に対別できる。太陽光を集合する候補集計では クロロゾームの人工的利用が研究されている。反応中心では酸化還元因子を組み込んだ合成ペプチドを利用した研究や自然界でのバクテリオクロロフィルに変え、アエンクロリニア、フリーベースポルフィリンを用いた研究が行われている。ACR 目を光触媒とし、発菌クラスターを用いることにより、など、電子源とし効率よく水素が発生することが発見された。 水素は CO2 固定触媒で義産として貯蔵することが考えられている。必要に応じて義産分解触媒により水素を取り出すことが可能である。二酸化炭素の固定に関しては合理的な遺伝子操作を施した CO2 固定コーソルビスコの利用が考えられる。ランタンを1%ほどドープし表面に酸化ニッケルを塗布したタンタル酸ナトリウムに 波長300ナノメートル以下の紫外光を当てると水が分解され酸素と水素を生じる。この反応は量子収率50%を超え2005年日本国際博覧会にも出展されたが紫外光しか使えないため実用化には至っていない。ロジウムをドープしたチタン酸ストロンチウムは可視光線を照射することにより水を還元し水素を 発生する光触媒であることが発見され、同様に可視光で酸素を発生するバナジン酸ビスマスと組み合わせることにより、水の分解に成功している。この反応は、電子の流れから、ゼットスキームと呼ばれるが、量子収率は約3%、太陽光エネルギーの変換効率は0.1%ほどである。純粋な水の分解ではないが、イオ様系還元剤を含む、 水溶液に金属の硫化物を触媒として可視光線を照射すると水素を生じる反応も発見されている。太陽電池の研究は19世紀から始まり、1839年にフランスの物理学者アレクサンドル・エドモン・ベクレルが三沖置電力効果を発見。1884年にはアメリカの科学者チャールズ・フリッツが世界初の太陽電池を製作した。 一方、光合成の研究は1910年頃から行われ、1956年にルドルフ・マーカスにより電子移動反応理論が発表された。1972年には東京大学の本田健一と藤島明により酸化チタン電極を用いて紫外線を照射することにより水を水素と酸素に分解する本田・藤島効果が発表された。 1974年から2000年にかけては、日本の新エネルギー研究プロジェクトである、サンシャイン計画、ニューサンシャイン計画が実行された。2011年には、ネギシエイチと文部科学省とが人工光合成などの技術革新の具体化を進めることで合意した。人工光合成に関連する研究の主体と内容を以下に記す。 人工光合成を通じた太陽力利用の燃料生産の利点は次のことを含む、短所は次のことを含む、触媒計画において扱われる一つの重要なことは、効率性である。とりわけ実際に光の照射をどれだけシステムで活用できるかである。これは、科学的エネルギーへの光の変換が測定される、光合成能率で比較し得る。 光合成組織はおおよそ50%の太陽放射の投射を集めることができる。しかしながら変換能力の理論的な限界は C3 並びに C4 植物では順に4.6と6.0%である。実際には光合成の効率は熱帯気候のサトウキビのようないくつかの例を除いてとても低く通常は1%以下である。対照的に 人工光合成の研究室の試作品についての報告された最大の効率は22.4%である。しかしながら植物は人工的な触媒がまだ実行できないところの何がしかの大気中の濃度での CO2 の利用において効率的である。ありがとうございます。